アイテム番号、SCP-96。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-96 は常に5メートル ×5 メートル ×5 メートルの鋼鉄製の密封された独房に収容されています。週に1回、独房に裂け目や穴ができていないか検査します。SCP-96 の独房の中に監視カメラや光学的道具を設置してはいけません。保全員は設置されている圧力センサとレーザ検出器を用いて、独房の中に SCP-96 が確かにいることをチェックしてください。博士とオフアイブから許可を得てない SCP-96 の写真撮影、映像記録、録画と同等の行為は固く禁じられています。説明。SCP-96 は人型の生物で身長がおよそ 2.38 メートルあります。筋肉量がとても少なく、事前分析で軽度の栄養失調を確認されています。両腕が身体とひどく不釣り合いな長さをしており、それぞれ約 1.5 メートルの長さがあります。皮膚のほとんどに色素がなく、体毛は一切ありません。SCP-96 の顎は平均的な人間の4倍の大きさに開くことができます。顔の他の特徴は人間に似た形をしており、目を除いて、色素がありません。SCP-96 が盲目か否かは判明していません。高次の脳機能の活動を示しておらず、知性があるとは考えられていません。通常 SCP-96 は非常におとなしく、圧力センサによると1日の大半を東側の壁の横をうろついているだけのようです。しかし、何者かが SCP-96 の顔を見ると、直接であっても、映像記録を通じてであっても、それどころか写真で見た場合ですら、ひどく苦悶し始めます。SCP-96 は顔を両手で覆い、叫び始め、泣き、尻滅裂なことを叫び始めます。およそ12分のち SCP-96 は顔を見た人間に向かって走り始めます。以下顔を見た人間を SCP-96、1とする。35km、H から、KM、H の速度で移動することが記録されており、これは SCP-96、1からの距離に影響すると見られます。この時 SCP-96 の進行を妨げる方法は知られていません。SCP-96、1がどこにいても SCP-96 の反応は変わらず、本能で SCP-96、1の居場所を突き止めているようです。メモ。この反応は絵画を通した場合は起こりません。文書96、1参照。SCP-96、1にたどり着くと、SCP-96 は SCP-96、1を殺して、データ削除済み、し始めます。100% のケースにおいて SCP-96、1は跡形もなくなりました。その後 SCP-96 は数分間座り込み、再び落ち着きを取り戻します。そして元の生息地の、編集済み、に戻ろうとします。甚大な連鎖反応が発生し、財団の存在が露見したり、多大な民間人の死者が出てしまう恐れがあるため、SCP-96 を回収することが最優先であるとみなされます。博士は SCP-96 の即時収容処分を申請しました。インタビュー96、1参照。現在、承認を待っています。収容処分が承認され、日付編集済み、に、博士によって実施されます。事案96、1、A 参照。インタビュー96、1の音声記録。質問者。博士、回答者。隊長、退職、捜索対ずる9、A 前指揮官。捜索事案、96、1、A。時間、研究区画。隊長、初期捜索とかクソだな。技術屋がかき集めた情報の他に、相手の野郎が何がでくるのか全くわからない。しかもわかってる情報を全部教えてもらえるわけでもねえ。俺らには、標的との鬼ごっこ、としか言わねえ。顔を見るなとすら伝えられなかった。博士、任務について話してくれますか？隊長、悪いな。俺らは2つのヘリで捜索に向かった。1つは俺の部隊、もう1つは予備隊としてズル9、B と、博士が搭乗したやつだ。そして北の巡回地の2カ所に目星をつけた。あれは俺たちの方を見ていなかったんだろう。じゃなかったら俺たちはあれに追われてたはずだからな。博士、あなたは SCP-96 が寒さに反応しないと報告していますね。確か、ド。隊長、そう、マイナス、ドだ。あれは素っ裸でも身震い1つしなかった。
とにかく、俺らは目的地に到着して、伍長と標的を捕まえる準備を始めた。そしたら、博士に呼ばれた。何かと思って博士を振り向いたんだが、これが生死を分けるとこになってね。あれが振り返って全隊員が見ちまったに違いない。博士、その時に SCP-96 が興奮状態になったのですね。隊長、ああ、インタビュー中断、数秒の記載会、悪い。思い出したらちょっとな。博士、大丈夫ですよ。隊長、おう、俺はその時決してあれの顔を飽きらなかった。だが部下たちは見てしまった、そして高い付けを払わされた。博士、その時のことをもう少し詳しく教えていただけますか？隊長、中断、ああ、わかった。あれは俺らに向かって叫び始めて、そして泣いた。動物のうなり声じゃねえ、まさに人間の声だった。クソ怖い声だよ。再び中断、あれが、伍長を持ち上げて左足を引きちぎり始めたんで俺らは銃撃を始めた。ああ、伍長は助けてと叫んで、クソ、とにかく、俺らはぶっ壊し続けた、何度も何度も。でもくたばらねえ。あれが伍長を、データ削除済み、し始めた時にはもう玉切れだった。博士、その時、紙を何度もめくる、AT-4 ヘドトランチャーの使用を命じたのですね。隊長、対戦車砲だ。SCP が脱走して以来から装備していたな。何度も戦車をティッシュペーパーのようにぶっ壊してるのを見てたからな。あれもそうなるんじゃないかって。博士、SCP-96 に重傷を負わせられましたか？隊長、あのクソ野郎びくともしなかった。あれは部下たちの体を引き裂き続けていた。彼は大きな半円を描いて身体が引き裂かれている様子を描いた。博士、しかし、損傷はしていたと？隊長、もしそうだとしても、見た目には何ともなかった。肉片どころか血も残さねえつもりで撃ち続けたんだが、あれはケロッとしてやがった。骨も一本も折れてなかった。あれは部下たちを引き裂き続けてた。博士、ふむ、全く損傷がなかったと。どのくらい SCP-96 に撃ち続けたのですか？隊長、最終的にか1000発ほどだ。ドアガンナーが GAU-19 を20秒以上は撃ち続けていたからな。20秒以上もだぞ。600発の50口径の弾が詰まってんだぞ。唾でも吐きかけた方がよかったな。博士、その時ズル9-B が到着しましたか？隊長、ああ、だが俺らの隊が全滅した後だった。ズル9-B はあれが座り込んでたから頭から捉えようとしていた。ヘリにあれを積もんでからここに向かった。俺がなんであれの顔を一度も飽きらなかったのかわからない。神か仏か誰かは知らないが俺は生きるべきだと思ってくれたんだろう。クソが。博士、我々は画家が描いた SCP-96 の顔の絵を持っているが、見てみますか？隊長、中断、わかってんだろ。俺はひたすらあれの叫び声を、そして仲間の叫び声を聞き続けてたんだ。あれの顔なんて見たくもねえ。無理だ。絶対に、見れない。博士、わかりました。これで終わりにしましょう。ありがとう、隊長。椅子が動く音がし、部屋から足跡が遠のく。隊長、退職、が22号応接室を退出したのを確認。博士、私はここに SCP-96 の可能な限り早期の終了処分を公式に申請し、記録を終了します。事案 96-1-A。それで、収容はできたのですか？そうだ、博士。セキュリティ映像を見せてくれますか？研究所内で、大きな鋼鉄製の箱20人余りの研究者が群がっている。カメラの映像には制御ブースも映っており、箱の中の様々なセンサーの測定値が表示されている。1分32秒早送り。センサーの測定値に注意を引かれて、制御オペレーターが前方へ体を傾ける。およそ5秒のち、鋼鉄の収容箱の壁が外側へ大きく歪む。歪みは壊れるまで大きくなり続ける。SCP-96 が絶えず鋼鉄を歪ませ続け、死に物狂いで脱走しようとしているように見える。脱走警報が鳴り、非常プレートが箱に落ちる。
収容プロトコルに従いセキュリティ映像中では SCP-96 の顔がぼかされている。セキュリティ、チーム2部隊が SCP-96 に破られた収容室に入る。実弾と麻酔銃が発射されるも効果は見られない。約 90% の研究員と警備員が SCP-96 の顔を直視し、コードリマが発令される。収容室とその周辺エリアは封鎖され、クラス神経ガスが注入される。約2分後、SCP-96 は研究サイト、カラ外部の砂漠へ、KMH で脱走し、向かう。エコー、ロメオ、アクチュアルが直ちに収容違反の対処に当たりました。いかに重大な収容違反に対処しなければならないかと分かって、我々は完全に並行してしまいました。笑い話ですよね、最高に明晰な頭脳の持ち主たちがこうも笛を吹かれるなんて。つまり、自身の失態だと言いたいのか？いいえ全く。これは今回発見した SCP-96 の新しい行動様式です。それまで知る由もなかった行動の、この事案が XK シナリオに発展せずに幸運でした。ER、英語のヘルメットカメラからの映像。UH-60 からの映像は SCP-96 が砂漠をかなりの速度で動いている様子を示している。ER、H、こちらエコー、ロメオ、アクチュアル。目標発見、不明瞭。は時速、削除済み、ノットで速さを増している。命令、ダン博士からのものと判明、が伝達されてきたため ER、H は無線を聞いている。SCP-96 は緩やかに加速しているように見える。ER、H はカメラの視界外で合図を出す。ER、A さんが現れ、改造された XM500 対物ライフルを抱えている。2発発射、1発目は外れ、2発目は SCP-96 の下肢に当たる。SCP-96 はよろけるが立ち直る。速度はほぼ変わらず。ER、H。不明瞭。はターゲットに効果がないようだ。ER、H は ER、A さんに再び合図を出す。ER, A さんはさらに3発発射、1発目、2発目は外れ、3発目は SCP-96 の頭に当たる。SCP-96 は転びスリップし低空度か転がり、移動速度が最小になる。SCP-96 は転がり続けている。カメラが上を向くと8機の V-22 オスプレイ、機動部隊タウ、1所属、が頭上に見え、ヘリを追い越して SCP-96 と同じ方角に向かっている。映像が途切れる。ビデオインタビュー記録96-1-A。オルクシー博士はとても落ち着いて、覚悟した様子で、すべての質問にゆっくり、慎重に答える。質問者、脱走時どこにいたのですか？オルクシー博士、脱走時か、コーヒーを飲んでいたよ。収容エリアにいなくて本当に幸いでした。質問者、脱走後のあなたの行動を教えてください。オルクシー博士、僕はエコーロメオ、アクチュアルに SCP-96 を追跡させ、ダン博士に状況を報告しました。それから僕たちは SCP-96-1 を探す仕事に取り掛かりました。SCP-96 が向かっている大隊の方向が決まったらすぐに、SCP-96 の進行経路にある居住地域から人を避難させるために機動部隊タウ、1を派遣しました。すべて収容プロトコルに従っています。ビデオインタビュー記録 96-1-B。ダニエル、博士はじっと座っている。彼の前のテーブルには改造された暮らしゴーグル一式のようなものが置かれている。質問者、念のため聞きますが、SCP-96 が脱走している間、どこにいたのですか？ダン博士、データ削除済みの山岳地帯だ。SCP-96 の起源についてもっと調査しようとしていた。急な研究探査だったので、オルクシー博士を収容担当として残していった。彼は有能でこれまでにも能力を示してきた？もう少し熱心であれば良いのだけど、これらは全て書面で確認できることだろう。疑わしく考えるのは良した方が。質問者、念のためです博士。さて、SCP-96 が興奮状態の間、すべての攻撃に対して耐性があると知っていて、なぜ緊急対応部隊に狙撃を命じたのですか？ダン博士、当然だろう。 SCP-96 の移動を遅らせて、機動部隊、タウ、1のために時間稼ぎできる可能性があれば、何でも試す必要があった。
試したところで ER、A を危険にさらす役でもないし、彼らは振り切られそうだった。率直に言えば、ER、A が状況に影響を与えるために他にできることなどほとんどなかった。質問者。なるほど。次は、これについて説明してくれますか？質問者はテーブルのゴーグルを指さす。ダン博士。わかった。これはプロジェクトスクランブル、オルクシー博士と私が SCP-96 対策として設計して、ER、A と機動部隊、タウ、1に支給されたアイピースだ。それには映像を絶えず分析して、SCP-96 の顔の特徴を検出する小型マイクロプロセッサーを搭載してある。顔認識ソフトが瞬時に検出を行い、光が人間の目に到達する前に視認できないように映像にスクランブルをかけることができる。本当にとても画期的な開発だ。質問者、そして効果。ダン博士、とても効果だ。機能しなかったというのは本当にひどい話だ。機動部隊タウ、1とイージー、3セントリオワクス改め、コールサイン、ビッグ、ブラザー、との音声通信記録。MTF、T、1、オスプレイは現在、データ削除済み、の、データ削除済み、上空、指示を行う。ビッグ、ブラザー、電子機器系オンライン、巡航高度に到達。すべてのカメラシステムにスクランブルをアップロード、カメラ、オンライン、ビッグ、ブラザー、監視任務を開始。MTF、T、1、目標は現在どちらに向かっている？ビッグ、ブラザー、現在の移動方向は西、クソ、あれは I、40号線を移動中。ちょうどセミトレーラーをぶっ飛ばしたところだ。向かっている方向は、データ削除済み、から、データ削除済み、との方角だ。この方角の次の街は、データ削除済み、2、300km先だ。クソ、機動部隊、エコーロメオに会い、40号線の車を避難させられそうか。もう目標が何台の車を壊したかわからん。MTF、T、1、待て。それは不可能だビッグ、ブラザー。目標を追い越せせないと ER、A が報告している。彼らでは目標の前に出られない。ビッグ、ブラザー。それなら別の車線でドライバーを止めさせろ。どれだけの人数があれのかを見たんだ。はじめにタウ、1の3部隊は3都市で市民を避難させることに成功しました。SCP-96 はこれらの街を止まることなく走り抜けたため、どの街にも SCP-96、1は存在しないと確認されました。SCP-96、1が、データ削除済み、の街で見つかった際に起きたインシデントの様子が、機動部隊、タウ、1が残した映像記録に残っています。見せてみろ。削除済み、の街での機動部隊、タウ、1第4部隊のヘルメットカメラからの映像。ほとんどの市民が街の一角に、全員目隠しをされた上で集まっている。ヘリコプターが街に来る。ヘリコプターと地上要員の両方がスピーカーで指示を出しているが聞き取りにくい。MTF、T、1、部隊通信機から拡声器を通じて、目標が付近の区画に侵入した。全部隊はスクランブルギアを稼働させ、群衆の対処を始めろ。市民の皆さんはそこからどうかず。また目隠しも取らないでください。もし目隠しを動かしたり、触ったりしたら発砲します。繰り返します。全市民は、カメラの映像外からの大きな悲鳴で命令は書き消せされる。およそ 2km 先、SCP-96 は坂の頂上まで来ているのが確認される。ゆっくりとフロートするが、つまずいて高速で転がり落ちる。ほぼ即座に体勢を立て直すまでに家を数軒破壊する。誰かの拡声器からの声。不明瞭、市民の皆さん動かないでください。撃ちますよ、クリガエース。不明瞭。何発か銃声が聞こえるが、どれも SCP-96 には向いていない。SCP-96 は1秒立ち止まってから市民の集団に突入し、多数の人々を投げ飛ばし踏みつけた。群衆が散らばり始めて、さらに何発も発砲される。拡声器からは命令が聞こえるが SCP-96 の絶叫と被って不明瞭。SCP-96 は中年男性の SCP-96-1 を発見し、市民が逃げ惑いヘルメットからカメラが落ちる前に SCP-96 が彼を捕まえているのを映す。ビデオインタビュー記録 96-1-C。
ジャック、ウィルフォード少佐、タウ、一のアキラ部隊長。俺は部隊と共に SCP-96、一の家を調査していた。あのかわいそうな野郎はセミプロ遠山家でお旅行をしていた。どうも奴が景色を撮影した時に、背景に SCP-96 が映ってしまったらしい。ウィルフォードは強調するために指を4本立てる。ウィルフォード、4ピクセルだ。たった4ピクセルだぞ。被害者が何を見たか理解していたとは思えん。おそらく、ある日写真を眺めていたら色の抜けた部分が雪原にあると気づいただけだろう。それで普通通り生活していた。質問者、どうやって発見したのですか？ウィルフォード、スクランブルギアはすぐにそれを探知した。俺が写真を見る前にタイがヘリから降りてきて、写真を回収した。それまでにはあのクソバケモンがビッグ、ブラザーを叩き落として、前、部隊長のストライカー装甲車を引き裂いていた。大混乱だった。質問者、つまりスクプラムブルギアは効果を発揮しなかったと？ウィルフォード、効果を発揮しなかっただー、ポンコツスクランブルはクズだな、部隊を丸々一つ殺しただけだ。俺以外には3人しか生き残らなかったんだぞ。全部、バカなインテリどもが考えた、SCP-96 の敵対反応に対する最新鋭対抗策、とやらのせいだ。単に目標の頭に袋をかぶせろって命令もあのバカどもには出せたはずなんだが、なのに最新鋭のクソ対抗策スクランブルを使わなきゃならなかった。機動部隊、タウ、1が回収した写真。SCP-96 は黄色い円の中で、画像からは削除されている。ダン博士、あのバカ野郎は今、俺のことを何と呼んだ？ダン博士は机を押しのけて立ち上がりつつある。ダン博士、インテリとは何か教えてやらねばならんな。その畜生は、博士が大声で罵倒し始める。警備員2名が部屋に入り、ダン博士を椅子に座らせる。質問者、鎮静剤が必要ですか、博士？ダン博士は深呼吸してからコートのシワを伸ばした。ダン博士、いや、結構だ。申し訳ない。ため息、スクランブルは本当に画期的なアイデアなんだ。しかし、SCP-96 の作用を我々は完全に理解していなかった。だから失敗した。知っての通り、スクランブルのチップは SCP-96 の顔を見つけ出しスクランブル化するが、未処理の映像がほんの一瞬網膜に当たってしまう。コンピュータは速いが光ほどではない。だから、ほんの一瞬だけ SCP-96 の顔の映像が脳に届いてしまう。それは無意識下で認識すらされないが、SCP-96 の敵対反応を誘発させるには十分だった。質問者。だから、写真についての報告書を作ったと。ダン博士。この事案において最も不安な要因がこれだ。SCP-96、一がいつ登山をしたか知っているか？ 1990 年だ。彼が写真で SCP-96 を見るまで、年もあった。SCP-96 の顔を見たと脳が反応する必要はない。つまり文字通り世界中に隠れた次元爆弾があるということだ。どれほどの写真が SCP-96 を写していて、現時点で気づかれていないだけで、注意深い視線を待っているんだ。だから以前言った通り、私はこの事態を終わらせたい。すぐにでも。ちょっと質問していいか博士。一体君はウィルフォード少佐に何を教えてやるつもりだったんだ？彼はスカウトされた時点ですでに SBS でも頭一つ抜きで立つ者だったのだが、私だって元フォース、リーコンの衛星兵だったんだ。コーカサスに派遣されたこともある。海兵隊は SBS にも引けを取ってない。いや、そうじゃなくて。それで十分だ二人とも。先に進みましょう。ビデオインタビュー記録 96-1-D。特務総長、ERA 所属のドアガンナー。私があれの頭にバッグをかぶせました。質問者。はい、それはもう聞きましたよ。次に何が起きたのか正確に教えてもらえますか？あれは、あれのせいで全部あんな状態に。あれはハイウェイで座っていました。ちょうどミニバンを引き裂いた直後でした。総長は沈黙。質問者。そして私は、ウェスはヘリを着陸させました。私は外に出て被せました。あれの頭をバッグで覆いました。あれはおとなしくなって連れて行かれました。質問者。
つまり、ミニバンにいた人間が SCP-96 の顔を最後に見た犠牲者なのですか？総長は沈黙。質問者。これ以降、総長は沈黙を保った。インタビュー後に解放。その後、自分の仮眠室で間に合わせのロープで首を吊って自殺しようとしているところを発見された。彼の手から半分壊れたおしゃぶりが発見された。報道番組、CNN から没収した 96-1-D の映像記録。映像はレポーターの肩越しに飛行機の残骸を取り囲む救急隊員を映す。レポーター、飛行機は、もともと軍用機だったように見えますが、アメリカ軍所属を示すマーキングがありません。救急隊員はブラックボックスを探しています。警察は、飛行機のコックピットと胴体部の両方で、大規模なキャビンの破壊があったと見ています。飛行機側面に開いた大穴まで消防隊員が登っており、レポーターはそれを指し示す。レポーター、救急隊は3人の死体しか発見できていません。乗員が20人は必要そうな機体の大きさから考えるとおかしいように思えます。警察は、上空で滞空している3機のスーパースタリオンが映し出されて、リポーターが遮られる。そのうち2機が着陸し、機動部隊、イプシロンが降り始める。MTF、E、1、カメラをやめろ。そのクソったれな。オルクシー博士、これで終了ですか？質問者、最後に一つ質問、というよりもそのままの意見を。おかしな話ですが、研究サイト、には休憩室がありませんよね。コーヒーもです。回答者は沈黙したまま。質問者、もうそろそろお話しいただけると良いのですが。残りのビデオインタビュー記録 96-1-A は編集。私に何か関係が？とぼける理由はないはずだよ、博士。彼は全てを話してくれた。それでは、隠せないのですね。オフアイブ聴聞会の音声記録。オフアイブ、1。君の証言、入手した映像記録、及びオルクシー博士の自白を精査した結果、SCP-96 の重大な脱走事案への関与が認められたため、オフアイブハマン城一致で君の収容処分を決定した。ダン博士、より大きな利益のために、という言葉の意味を、あなた方は理解していると思っていたのですが、オフアイブ、1。私を怒らせるなよ博士。インシデントの規模と潜在的な危険を考慮し、オフアイブハ君が提出した SCP-96 の処分要請を承認する。SCP-96 を理解している職員が不足しているため、徹底した警備と私の監督の下で君に処分を委任する。君自身の収容はそれ以降に予定されている。むごい話だ博士。君は恋に。うまくいったでしょう。もっと大きな人口密集地でインシデントが発生して、あれの顔がニュースで世界中に知れ渡るまで時間の問題だった。私なら SCP-96 を殺すことができる。もっとも、その過程で私自身を殺す結果になってしまったがね。